俺は俺はずっと追いかけていたもんをやっと掴んだんですでもいざ掴んでみるとそんなもんは俺が思っていたより大したことなくてもしかしたらこれから俺がまた何か違うもんを追いかけて掴んだ時も追いかけてた頃の方が幸せだったって思うんじゃねえのかってそんなの 電く君は何の話